アクウスモニウムの解説をする、ピエール・シェフェール・アクウスモニウムとは、フランスの電子音楽作曲家、フランソワ・ベールによって1974年に作られ、メゾンドラ・ラジオ内の研究機関、GRM で最初に用いられた音響システムである。アクウスモニウムは、テープの再生用に設計されたもので、サイズと形状の異なるラウドスピーカーで構成されている。アクウスモニウムでは、 音の空間を音響スクリーンと呼んでおり、様々な大きさ、距離、方向に複数の音響スクリーンを形成する。ベール自身は1993年にある CD のライナーノーツ上で以下のように語っている。2006年5月5日から7日の3日間、ロンドン現代芸術研究所で80個以上のスピーカーを使用したアクースモニウムの音楽祭が開かれた。 ベールによる試みの以前にも1952年にはピエール・シェフェール、ジャック・ポランの発案による4チャンネルの立体ミキサーを用いたオリビエ・メシアンらの作品の上演や5チャンネルの立体音響を用いたカール・ハインツ・シュトックハウゼンの少年の歌の発表が行われておりまた1958年ブリュッセル万博のフィリップス館ではヤニス・クセナキスとルコルビュジェの手による 400余りのスピーカーを用いたエドガーバレーズのポエムエレクトロニックとクセナキスの作品の上演が行われていた。そしてベールのアクウスモニウム発表の直前にあたる1973年にはクリスチャン・クロジエによるグメバフォンが公開された。音響エンジニアであるジャンクロード・ラルマンの協力のもとアクウスモニウムの構想を温めてきたベールは 1974年1月16日にサン・セブラン協会で非公式にアクースモニウムのコンサートを開催し、同年2月12日にパリのエスパス・カルダンでのコンサートでアクースモニウムを初公開した。このベールの手による最初のアクースモニウムは19個ほどのスピーカーから成り立っており、8チャンネル分の独立した音量操作が可能であった。 オーケストラを想起させるスピーカーの配置が特徴であり、また通常指揮者が立つ位置に操作ブースを設置している。ありがとうございます。